まあ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 、私自身はね、車やバイクに乗ってね、旅行に行くのが趣味、ちょっと日常から離れた景色を見に行くっていうのがね、まあ、趣味であったりするわけなので、まあ、よくね、休みの日とかになると、まあ、旅行をね、一泊ツーとか、そんなのに出かけるんですけどね、そういう旅行に出かけない休みの日っていうのも、まあ、こんな風に車やバイクでね、どっかに出かけるというのがいつもやってる休日の過ごし方なわけですね。走ってる時のね、景色とかっていうことを考えるとね、晴れてるに越したことはないんですけどね、個人的なことで言えばね、雨の日っていうのも実は嫌いじゃないんですよね。私が昔から好きなね、漫画、西海さんのね、 GT ロマンなんかで、メルセデスに、まあ、雨降り前にね、ワックスをかけてボンネット上でね、雨が踊るレインダンシングが楽しいんだよみたいな感じのね、話があるんですけど、まあ、それにね、まあ、ちょこっと憧れてたりなんかもするもんで、雨が降ったりとかするとワックスインシャンプーをね、バシャバシャバシャっとかけて洗ってね、まあ、今日も出かけてきてるんですけど、まあ、残念ながらね、レインダンシングをね、ボンネット上で踊ってる様子っていうのはね、トゥインボさん、まあ、ボンネット短いしねそもそも運転席から今時ね、ボンネットが見える車っていうのがなかなかないのでねその辺は分かんないんですけど、まあそれでもね、フロントウィンドウをわっと吹き上がっていく雨水とか、サイドウィンドウですね、もうちょっと強く降ってくるとね、ふにょ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 上がっていく様子とかがね、なかなか楽しめて、それはそれで面白いんですけど、まあ、私の場合、雨の場合はね、何が楽しいのかっていうとね、これね、パチ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 と雨の音がね、車内に響くわけですよ。もうちょっと強い音になってくるとね、天井の金属を叩く音、ボタ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 とね、そういう音が響くわけですよ。水たまりとかを越えるとね、タイヤが水を弾く音、ザワザワザワっていう音がね、響くんですよね。このね、音がね、割と好きなんですよね。もっともね、まあ、もう一台持ってるスパイダーの方、オープンカーですね、オープンカーの方は、まあ、当然ソフトトップなので、雨が降るとね、それこそ傘の下みたいにね、パタ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 っていう音が非常によく聞こえてくるわけですよ。あれもね、すんごく好きなんですけど、まあ、ちょっとさすがにね、旧車の方はね、鼻から雨が降ってるとね外に出ていこうかなという気にはならないので、めったに、まあ、そういうことはしないんですけど、トゥインゴさんね、できたらキャンバストップの方を変えることができてたら、キャンバストップだったらそんなパタパタパタっていう音もして楽しかったんじゃないかなって思うんですけどね。まあ、日本じゃね、キャンバストップのマニュアルっていうのがないので雨とかそういう風なのもね、まあ、限度、まあ、晴れ間でもね、限度っていうのがあるように、雨でも限度っていうのがありますんでね、まあ、こういうあくまでしとしとと降ってる程度ぐらいのものがいいのであって、土砂降りになったりとかね、そういうことになってくるとちょっとまた論外の話ですけど、はいはい、ということで今日はね、以前にね、 CBF190TR でね、まあ、県道走ってる時に、この脇道どこ行くんだみたいな感じで行った時にね、ああこんな道に、ここに出てきたんだっていうのが分かった道、そちらの方を向かってみようかなと思います。よいしょ。
どこ行くんだって感じですよね。これね、この先にね、公園があるんですよ。おお、竹が。あー、なんかでもいいね、このね、うん、雨の中のね、このね、田んぼに囲まれた山景色、なんか好きですな。バイクで来てるとね、こっからピョッと上がってくっていう手もあるんですけどね、まあ、今日は車で来ているのでこちらに行きます。はい、これがね、まあ、前回ここから先は、ああ知ってる道だったってことで帰ってったんですけど、これをね右に曲がって雨だから垂れ下がってる。はい、帰ってきたところにね、ここにニューオータニ公園っていうのがあるんですよ。まあ、たまに私も休憩してるところ、休みの日にね休憩してるとこなんですけど、まあ、こんな感じのとこなんですけどね、たまにしか来ないっていうのはね、なんでかっていうとね、ここ自販機でもあったらもっと寄るんですけどね、自販機ないのでね、やってみるだけです。まあ何しに来てんのかってね、別にここにお昼を食べに来ただけです。うん、ファミマで半額だったミニ粒アンパンまあその前にちょっとね、せっかくここに来たんだから周りを見ていきましょうか。ちょっとどなたさんも見えないからマスクなしで失礼します。傘を持って出かけましょうか。まあここ何かっていうと、まあそのまま書いてある通りにね、調整池です。まあ、本当にね、調整池とこのトイレがあるだけ、まあ、遊歩道でぐるっと回れるんですけど、あんまりね人は来ない。でもね、なかなか雰囲気よくってね、気に入ってるところは気に入ってるところなんですよ。お、苔で滑るな。はい、こんな感じのね、調整池です。雨降ってくるかなここに、まあ、せっかくだからぐるっと一周回ってみましょうか。あの、行きの細道をねずっと上がってくるとこの道に出てくるんです。この辺っていうのがモーターランド鈴鹿とかね、裏回しにつながるんじゃなかったかな。まあ旗に来た時に、そういやここって紹介してないからあんまり知ってる人も少ないんじゃないかなとか思ってやってきましたけど、わざわざここまで来る人いねえかな。でもね、なんかほら、まあ、鈴鹿っていうか川毛なんですけど、まあ、津市川毛町か、え、どこの山の中に来たのって感じがするよね。ねえ、本当に、まあ、調整池なんですけどね、なんだかんだと雰囲気があるんですよね。道の様子もくねくねとしててね、うん、あ、かも、あ、ちょっと雨が降ってきましたね。せっかく傘持ってんのに差さないと、こいつ何してんだろうって感じに、うわー、傘が壊れた傘が壊れましたよ、あんた。よっしゃ、治った。割と静かなところにあってね、たまにモーターランド鈴鹿のモーターレース音も聞こえてきてね、なかなか楽しいな場所なんですよ。さあ、一周回っていきました。はい、東屋からトゥインクを3、今後もよろしく。